さあではここからはですね、早速この山手トンネルの内部に潜入したレポートをお届けしてみたいと思います。行ってきたのはハロージャパンプロジェクトでおなじみの AD のじゅんちゃんね、行ってきましたよ。トンネルの内部に潜入するのはこれもうマスコミ全体として、ラジオが初とかそういう話じゃないです、マスコミ全体として初だって、まあ、偶然だと思うんですけど、まあ、一番乗りでのレポートということになります。まあ、あのラジオの生々しい音声を聞きながら一応トンネル内の絵も見たいなっていう方は番組のホームページのトップに、YouTube ライブの映像で動画でご覧いただくことができます。さあ一緒に案内してくれたのは首都高速東京建設局大橋工事事務所の斉藤和成さんです。大橋ジャンクションの入り口からトンネルに潜入しました。それでは斉藤さん、じゅんちゃん、よろしく。ちょうど入り口が見えてきましたね。入り口ですね。ここからこう車が入っていくわけですよね。ここですね。今入り口をくぐりました。すごい。でここの部分はトンネルの断面見てもらうと四角い、はい、四角ですね、断面なんですけど、ここの掘り方としては上地上部から掘って。この構造物、はいはい、コンクリートの構造物を作ったという部分ですね。地上から掘るんですね。そうです。でもう少し行くと、はい、今度トンネルの断面が円形のが出てくるので、そこはシールドマシンという、はいはい、まあ、機械を使って上から掘らずに地上から地下で掘ってるっていう、もう少し歩くと丸くなってきましたね、はい、上がここから丸くなってる部分が、はい、シールドマシンっていう機械を使って、はい、トンネルを掘っていく。へえ、ね、よくテレビでも見たことありますけど、こうガーッとこう、はい、先端で掘っていくような形ですよね。へ、はいはい、すごい。でここから、我々でシールドマシンで掘ったのが500メートルほど続く。へー、これなんか今最新のトンネルってことで、はい、その最新技術を使われたりってことは何かあったんですか？そうですね、今回の大橋ジャンクションに絡むこのトンネルは、はい、トンネルこれ一つの断面でシールドマシン1個を使って掘るんですけど、この横にですね、はい、もう少し大きいトンネルの断面、約12メーターほどのトンネルがもう一個横に走ってまして、それの、はい、なんでしょう、12メーターの、トンネルのものと、はい、これが約 9.7 メーターなんですけど、このトンネル2本をくっつける、はい、工事を今回やったんですね。トンネル同士をくっつける、合わせる。別々に作ってから別々に作ったものをくっつける、真ん中で後で、くっつける。あ、じゃあもうちょっと先でそれがドッキングしてるわけですか？そうです。少し柱が見えてきたと思うんですけど、はいはい、あ、見えてきましたね。ここがドッキングしてる。お、すごい。あ、本当だ、はい、あ、向こう側のトンネルと、柱の向こう側にもトンネルがある。はい、ありますね、はい、が今ここで一つにつながってる、一つにつながってる。わあ、すごい、はい、これは壁をぶち抜いたっていうか。そうですね、いう形なんですか？2つの、円形のトンネルを、はい、まず掘って、はい、なんていうんですかね、上つなげるために上側ですね、はい、天井部分をまず、はい、掘削掘って、つなげて、で今度下ですね、底板部分もつなげなきゃいけないので、はい、下を掘って、最後真ん中を掘って壁を打ち抜いて、はい、壁を打ち抜いてつなげるわけですね。へえ、すごい。本当だ、こうちょうど2つのトンネルがここで1つにつながってますね、はいはい、でこれが、なんて言うんでしょう、上地上の掘削しないで、はい、土の中でそういったドッキング作業をするっていうのが今回最新技術ですね。
こう見ていただくと、はい、まあ、右側つつも分かんない、右側のトンネルが、はい、品川線本線のトンネルと、はい、でこのまままっすぐ行くと大井まで行きます。で、こちら左側は、はい、大橋ジャンクションから、はい、分岐して、はい、品川線本線に合流するための道になるので、